買えるの？これそうってことよね。77万。全然足りないですけど。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、今回は、多分ね、ダウンランクはちょっと達成したと思うけん、とりあえずメインクエスト、獅子た王の翼。つばいざ草原島？つばいざ草原島のウィンガレー山が怪しそう。夜というのが重要かもしれない。何やった？竜の翼は霧で覆われた夜の山。そこにうごめく幽霊の手に。幽霊の手にっていうのがちょっといまいちよくわからんけど。まあ、とりあえず、つばいざ草原島、ウィンガレー山。どの辺やろ？つばいざ、ウィンガレー山。なんか上の方やったよね。この辺か？ジメラヌ町。参道前。ウィンガレー山。参道前？よい旅を。まあ、とりあえず、夜にするのは、焚き火でできるけんね。違う。場所は、ここか。あれ？さらに上に駅があるな。え？さらに上にあった？今。行くときに。ちょ、待って。もう一回見して見して。隕石はどこだろう？探しに行くぶ。スバイザ草原島。でも今ここやろ？これ以上上、ないよ。解放できてないってこと？そういうことではなく。間違えた、間違えた。結構遠いな。これは何？ウィンガレーザーの石碑を調査しよう。あー、そっか。石碑って調査できてなかったっけ？なんかしたような気がしたけど、気のせいか。あ、行けてなかったんか。あ、そっかそっかそっか。なんか、連れとるモンスター的に、あそこまでたどり着けんかったんやっけ。夜の山で幽霊を探そう。向かうぞ。まあ、とりあえずこれで普通に降りるか。降りよう降りよう。でもあっちに駅があるってことは、まあ、駅に焚き火はあるだろう。あるだろうということで、ここ登れる？いや、登れねえな、多分。こっちからぐるっと回っていくんかな。でもここの、ここを登っていけばいいんやな、きっと。間違えた。間違えた。二段ジャンプとかじゃなくて、ダッシュダッシュ。ん、何？君たちどこ行ったの？ん、ちゃんとついてきてる？オッケーオッケー。すぐ近くのようだ。お、ここやん。取っとくか。とりあえず取っとくか。大丈夫？その辺、なんか、ドラキーとか飛び寄ったけど。でも、戦闘は始まってないっぽいね。イェーイ。やったぜ！ん？何？今のは何のシルエットだ？あ、あそこ？あそこっぽいね。あ、思ったより遠くないか。これ普通にたどり着けるんじゃない？ちょっと待って。普通にたどり着けるんじゃない？これ。これ違う駅？いや、違わんよね。ちょっとさっきまでの苦労返して。さっきまでの苦労返して。私、あそこ登ってこようとしよったよ。めっちゃ普通に来れるやん。あ、この駅解放されてないな。宝が欲しいものはおらんか、むにゃむにゃ。今夜？もしかして。ちょ、一旦回復しよう。下ろして。夜までってしとこう。
で、ここ報告できるものとかは別にないんかな。エキボットが求めるものを渡せば駅を復旧できそうだ。あ、ギガンテス。なるほど、いないっすね。んで、あ、ここ来たことあるね。めっちゃ見られてる。前来た時は朝か昼やったってことかな。なんかただの屍のようだ的な感じじゃなかった？前来た時ねえ、話しかけれんねえけど。え？ねえねえ、話しかけれんねえけど、何？どうすればいいの？あ、え、話しかけれる位置があるのか。あ、そういうことか。ここから話しかければいいの？なんか位置がシビアだな。おお、起き上がった。ほっほう、ちっこいの。お主、お宝ハンターじゃな。わかるぞ。わしも若い頃はお宝集めに精を出していたもんじゃて。まあ、チートやりすぎて、こんな姿になってしもうたがの。やだ、なりたくない。でもめっちゃキラッキラやね。おお、それよりもちっこいの。わしの持ってるものに興味はないか？あの世にまで持っていけんのでな。見込みのあるものに譲っておるんじゃよ。もちろん金はいただくがの。では早速。え？どんなものがお望みじゃ。買えるの？これそうってことよね。77万。全然足りないですけど。全然足りないですけど。びっくりするぐらい足りないですけど。おいー、もういいのか。気が向いたらまた来るんじゃぞ。幽霊からお宝を買う。おいー、このお金ってこのお金って普通にあのお宝鑑定してもらったりとかしたらお金って増えよったっけ。所持金に入りよった。いまいちその辺がわからないんだが。じゃあちょっとあれやね、せっかくせっかくここまで来たけども、とりあえずまあ、お宝を買うためのお金がいる。じゃあここまでせっかく来たけんさ。ここには行けんかな。ウィンガレーザーの石碑を調査しよう。マップから印をつけれるようにしてくれないかしら。旅人クエストの、どれだ？これか？ウィンガレーザーの石碑を調査する。よし。で、目印つけて、ウィンガレーザーの石碑。今になってやっとマップの見方というか、あれが分かった気がする。要は、ま、どんなになんかグネグネしてようがなんだろうが、この、ね、書いてくれとる道筋通りに行けば、たどり着けるってことや。今さら、いや今さらなんだけども、全然分かってなかった。ちゃんと道筋を書いてくれてるのね。これはこっちか。え、こっちか。あ、こっちだな。自分で勝手な道を作ってというか自分で勝手に判断して他の道で行ったらたどり着けないわけっすね。まあ、たどり着けるところもあるんやろうけど、ね、無理やり道にして。なんかどっかに、あれか。とりあえずお宝も見つけたら、掘り出して、ちゃんと持って帰って、お金を稼がねば。きっといいものだぞ。さっきと一緒な気がするけどな。まあでもあれか、質が違うとかそういうことかな。
すぐ近く。しかしまあ、とりあえず石碑を目指していくので私。近づかないで。起こさないでね。これぐるぐる回りよったらそのうち、普通に一周して終わったりする?ちょっとずつ上がり、夜、あそこから上がっていける?ほら、こっから上がれるよ。一応ちょっとね、ギガンテスの真横は通っていかんように、ジャンプで。あ、ここじゃない?これだ、これだ。あったあった。メタルスライムおるやん、倒そう。しかし周りに強めのスライムがおるんよね。なんか強そう。君だ君。てい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 。君だよ君、やっつけさせてくれ。どう？そろそろやっつけれるんじゃない？お願い逃げないで。お願い逃げないで。いけるいけるいける。おっしゃ、つけたぜ。しかしレベルは上がらんかった。よし、もう大丈夫。仲間を復活だブー。何何、お亡くなりになってんの？仲間を復活だブー。おいおい、あ、やっつけた。よかったよかった、さすがランド。とりあえず復活させといて。お宝、あ、近くにあるの？お宝。とりあえずこれで全員復活しました。あ、落としとったってこと？あっちにも落ちてる。あ、これは落ちとんじゃなくて埋まっとんか。とりあえずね、一個でも多く金でも銀でもいいけんお宝を持ち帰って、ちょ、お金を増やさねば。77万やった。近いぞ。スライムには近づかないでね。よし、これで。石碑には何やら古めかしい文字が刻まれている。しかしマヤには読むことができなかった。アネモア王女が言ってた石碑だね。僕なら読めるから読んであげるブ。我に記されし言葉は竜の記憶。つがいになることを認められず、竜の世界を飛び出した二頭の竜の記憶なり。な、読んだことないね。近いぞ。で、なんかどこかしら近くにあるっぽいんだけど。どこだどこだ。お、近いぞ。こっちの方向。うい、やった。よしよし、掘り出しましょう。石碑全部かな、これで。おお、レベルが上がったよ、やった。スライムに近づかないでって近づかないでって。なんかここにもあるな。あ、報告。え、報告しよう。報告しようはいいんやけど遠いなめっちゃ遠いな。まあでもとりあえず報告ね。旅人クエスト。ノーラに報告しよう。方向的にはどこだ?あっちか。オッケーオッケー、行くぜ。痛いだいぶダメージよ。石碑見つけたよ。この島の2つの石碑を見つけたら内容を調べて私に教えてほしいんだ。あ、もしかしてもう2つの石碑を調べてきてくれたの？石碑の内容を私に教えて。教えましょう。マヤはノーラに依頼を受けた石碑の内容を伝えた。ありがとう。なるほど、内容は分かったわ。アネモア様に報告したらきっと喜んでくれると思うの。あげるね。じゃあこれお礼の青い鍵ね。同じ青色の宝箱を開けられるんだって。その宝箱を見つけるのは大変らしいけど、頑張って探してみて。
マヨはノーラから報酬を受け取った。やった青の鍵、姉もは親衛隊員ノーラからもらった青色の鍵。調査をしている時に見つけたらしい。同じ色の宝箱を開けられそうだ。青は見たことないね。前緑やったやろ。遺跡のモニュメント、竜の大地にある遺跡で見られるモニュメント、どのような原理で光っているのか調査中らしい。何それ、そんなの見たことないと思う、きっと私は島の調査を続けようかな。アネモア様に褒めてもらいたいから。調査がうまくいくとアネモア様がものすごい褒めてくれるんだよ。私の場合は頭を慣れてもらえるのが嬉しいの。かわいいなめっちゃかわいいな。んで、あとは、あ、これはマップだな。あとは、クエスト、旅人クエスト、竜の大地の石碑調査書。あ、もう全部。もう全部いったな。全部クリアしたな。ここも全部クリア。これは何やった？あ、宝石オブジェシリーズか。なるほど。で、ツナマンベニーシャ。今25なんよね。40個ある。レオバン編は？レオバンの訓練その1。ああ、そんなんあったね。平原のシルフや英知にいるレオバン隊長に話しかける。パスカル登場層。じゃ、次これ行くか。で、一旦ちょっとお宝持って帰ります。金も1個あるね。さあ持ち帰るぜ。帰って鑑定する。帰ってきたぜ。帰ってきました。あ、でなんかいっぱいスカウトしとったと思うけん、それもちょっと見とこう。早速お宝を鑑定しに行きましょう。ワクワク。でもしょぼいのばっかりな気がするよね。あのでっかい丸はなんやろ。鎖片びら5万、6万。細く引き伸ばした金属を使って服の形に編み上げた防具。これは見たことない。銅の爪5万2千。両手にはめて使う爪状の武器。おーっと、レジェンドやったしょぼくなかったよ、ごめんね。イエーイ、三日神の盾。おお、792万。白金を丹念に磨いて仕上げられた芸術品とも呼べる最強の盾。初めてのお宝だぜ。フクール天使の眼差し38,000。異世界で人気のボードゲームのカード。いいね。もう天下一品。まだ手元には未鑑定の特別なお宝が残っている。マヤは鑑定して宝物庫に移すことにした。これは遺跡のモニュメント。193万。それじゃあちょっとスカウトした子たち呼べるのかどうかちょっと見ておこう。新しいことがありそうですよ。加入希望者を確認。どうすかね。応募が来てます。あ、レイモンド呼べるよ。うわ、なんかあれだな、多分さっきスカウトしてきたのが3人やと思うんやけど、ジョセフィン、デビー、レイモンド。全体的になんか怖あ、悪魔的な感じ。待って、レベル28、今どれぐらいやったっけ。ちょっと待って、あ、違う、これマップやって。レリチア、レベル28、一緒なんか。なるほどなるほど。んで、まあ一応呼びますか。
レイモンド。はい、一緒に行こう。色味が色味が不気味だよ。レイモンドが仲間に加わった。いいですね。一旦見させて、まあ、入れ替えるとしたらレリチアやろう。違う違う違う。あーでも圧倒的にこっちの方が強いっすね。種族デスレイヴン、極楽鳥。なるほど、デスレイヴンっていうんや。じゃあここと入れ替えますか、レイモンド。オッケーオッケー。違う違う、決定。さああと別に入れられる子で良さげな、ないね。他に何か利用されますか？いや大丈夫です。んで、あれはコイン装備、ランドしか装備してねえな。あーオッケーオッケー。で、レイモンドは？ああ、いいね、いいね。マヤは？よしよしよし、全体的にいいんじゃないか？